美濃自由学園中学校美濃自由学園高等学校カツラモンホール美濃自由学園中学校高等学校は大阪府豊中市宮山町4丁目に所在する私立中学校高等学校略称は MJG または美濃寺、自東京都の自由学園や美濃学園との関係はない学校法人美濃自由学園が運営している同中学校 高等学校は、部内ではそれぞれ、中等科、高等科と呼ばれている。学校名に、未納が含まれるが、未納市に属しているのは、正門から校舎までの通路部分のみであり、校舎はすべて、豊中市に属している。チアリーディング部は2001年から2009年まで、ジャパンカップで9連覇した。チアリーディング部、吹奏楽部、アメリカンフットボール部、男子バスケットボール部、 女子バレーボール部では、クラブ推薦入試が行われている。公式野球部の監督は2020年により、山田幸恵が務め、これは、大阪府内で、唯一の女性監督である。2013年8月8日、立命館宇治高校のグラウンドで行われた、アメリカンフットボール部の練習試合で、3年生、男子部員が、昼前のエンジンで、体調不良を発症。 病院に搬送され熱射病と診断。1時43分度あった。体温も平熱に戻り当日帰宅させるが、在宅中に容態が悪くなり、同月10日死亡。ありがとうございます。